日本国政府は日本の政府。日本政府や単に政府とも呼ばれ、法令上は通常国と称する。日本における近代政府は1885年の内閣制に始まるとされる。現在の統治機構の基本的部分は日本国憲法によって定められる。日本において政府は行政府のみを指す場合が多いが、香港では 立法府と司法府をまとめて解説する。政府とは抗議には立法府、司法府、行政府など統治機構を総称し、協議には内閣及びそれに付属する中央、省庁のみを指す。英米系の国では政府は統治機関過程の全体を指し、機構を指す場合は行政、立法、司法機関の総称を意味する。行政府については、 アドミニストレーションと表現するのが一般的である。イギリス、フランス、アメリカなどにおいては国民の意思を代表する議会を中心とする政治機構が整えられ政府は立法府をはじめ司法府や行政府も包括するものと考えられてきた。一方近代以降も皇帝の体験が大きかったドイツにおいては行政府の持つ権限が強力であり国法上の政府とは 行政府のみを指す。ドイツの影響を受けた国々においても同様で、日本においても政府とは明治以来、統一体としての行政機構、あるいは公的意思決定機関を指す。詳細は国会を参照立法府とはその名の通り、立法を行う機関のことである。近代的な国家では国民を代表する機関である議会を立法府とする。日本においては、 国会が唯一の立法機関として立法府の使命を担っている。日本の国会は両院制であり、4年ごとの総選挙、または解散総選挙により、議員が選出される全465議席の衆議院と6年の任期を有し半数ずつ3年ごとに改選される議員による全242議席の参議院から構成される。 満十八歳以上の男女の全国民が選挙権を有する普通選挙が実施され、すべての選挙において投票の秘密が保障される。国会は立法権を有し、法案を審議して可決、または否決する機能を果たす。衆議院は条約、予算、内閣総理大臣の指名に関して参議院に対し優越的権限を持つ。内閣制度については内閣を 現職の閣僚については、菅義偉内閣を参照日本の政府の長は内閣総理大臣であり、国会において国会議員の中から指名された後、天皇により任命される。内閣総理大臣は国会議員でなければならず、その任にあたっては衆議院の信任を得なければならない。内閣総理大臣は日本の行政府である内閣の主張として、 国務大臣に対して任命権及び非免権を有する。内閣法により国務大臣は通常14名までと制限されている。また憲法により国務大臣の過半数は国会議員から構成されなければならないという制約もある。日本国憲法の内閣の規定はイギリスを起源とする議員内閣制の原理を採用しており国会が 内閣総理大臣指名権や内閣不信任案決議権を有する代わりに内閣は解散決定権を有しており内閣の助言と承認に基づき天皇は衆議院を解散する詳細は内閣総理大臣を参照2000年以降の歴代内閣総理大臣を以下に示す詳細は日本の行政機関を参照戦後の憲法下における 日本の統治機構詳細は、日本の裁判所を参照し、法府は裁判所であり、最高裁判所及び下級裁判所から構成される。最高裁判所を頂点として、複数の階層の裁判所から構成され、裁判所は意見審査権を有する。日本には、行政裁判所や請求裁判所は存在しない。裁判員制度が2009年に導入された。 最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所裁判官は内閣が任命し天皇が認証する。地方公共団体を参照。ありがとうございます。